日本ミックスダブルスカーリング選手権大会第14回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会第14回全能日本ミックスダブルスカーリング選手権大会は2021年2月23日から2月28日まで青森県青森市の道銀ドリームスタジアムカーリングホールで開催された日本ミックスダブルスカーリング選手権大会である 全能が特別協賛して行われた。吉田優里花、松村優太ペアが初優勝を飾り、2021年4月24日から開催予定の2021年世界ミックスダブルスカーリング選手権、北京オリンピック代表決定戦の出場権を獲得した。また、4年連続でロコ・ソラーレ所属の選手が決勝進出となった。 無観客開催新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクを抑制するため、全試合無観客で開催すると夜間より発表された。出場枠については下記の通り。勝率直接対決の勝敗。 DSC2 月27日15時20分2月27日18時30分2月28日9時30分2月28日13時2月28日13時。ありがとうございます。